創建は5世紀中期から後期に遡る、テッサロニキの守護聖人地名者聖ディミトリオスを記憶する聖堂である。古典ギリシャ語読みに準拠すれば、ハギオス・デメトリオス聖堂となる。ギリシャ最大のバシリカ式教会堂。テッサロニキの初期キリスト教と、ビサンティン様式の建造物群の一つとして1988年、ユネスコの世界遺産に登録された。聖堂の正面ヤギオス。 ディミトリオス聖堂は、テッサロニキの競馬場に隣接する、公共浴場のかまどで殉教したとされる、聖ディミトリオスのマルティリウムとして建設された。元来、聖ディミトリオスの数形の中心は、シルミウムにあったが、442年にシュートが移転すると、その数形もテッサロニキに移った。聖ディミトリオスが公共浴場のかまどで致命したとする、伝説は、シュートにより、後の時代。 聖堂が建設される直前に生まれたものと考えられる。聖堂内部に聖ディミトリオースの普及体が存在していないことも、これを裏付ける。現在の聖堂は20世紀に再建されたものだが、それ以前の聖堂も6世紀に焼け落ちたものを7世紀に再建したものと推定されている。以後は、テッサロニキの守護聖人を祀る聖堂として、崇拝を集め、十世紀頃には、 奇跡の油を出すという説話が生まれた。振動北側に銀張りの六角形水盤が置かれており、この水盤は地下の配管を伝って常に油が満たされるようになっていた。1917年に火災に遭い、ほとんど焼け落ちてしまったが、1926年から1948年にかけてできる限り元の建材を利用して再建された。聖堂の平面聖堂は、 震動とそれを取り囲む二回りの側廊からなる後、老式走り化式境界道である。内陣にトランセプトを有し、平面上は旧三ピエトロ大聖堂と同じ構成である。聖堂の内陣は彼が殉教した浴場を囲むように配置されており、現在でも地下に浴場跡を見ることができる。聖堂内部の建築材料は様々な再利用材からなっている。 円柱は高さ、太さともにまちまちで、一部は6世紀に遡るものである。壁面の装飾は1917年の火災でほとんどが失われているが、一部は再建の際に利用され、今日でも目の当たりにすることができる。ありがとうございます。